やっぱセットした方がいいかな。久しぶり、何ヶ月空いたかしら。明けましておめでとうの YouTube も上げれてないしな。 YouTube 更新と思ったら、ああいつまたなんかハマってんなって思っといて。でしかもさ、今回なんとひなた YouTube 久しぶりの投稿なんですけども、お案件 YouTube です今日は。で何かというと、みんな結構知ってると思うんやけど、シーンっていう服のサイト知ってる？みんな。ひなは知りつつもね、服には結構こうこだわりがあるから、こう実物で見て買ったりとかしかあんまりしないんだけども、今年もチャレンジの年にしたいなって思ってたから、まあ新しいことっていうことでね、ネットショッピングして大量に選んでみました。今日はそういう動画でございます。久しぶりなんやけどね、久しぶりでお案件かよって思わんといて。これからはまあ1週間1、2回ぐらい YouTube も更新できたらなって思ってるんで、みんなのフォロワーさんの人はもう見てわかると思うけど、あ最近こいつショート動画ハマってんなってみんなうすうす気づいてると思うけど、本当にそうなのよ。でも YouTube も 10万人いたんや。そう、10万人、てかもう11万人になっちゃった。10万人と11万人お祝いケーキせなあかんわかりやな。じゃあ早速なんですけども、ファンファンファン、緊急事態発生、緊急事態発生。何の騒ぎだ。あなたの弟アサイが冴えない格好で街を練り歩いてます。なに、それはすぐさまこっちに向かわせろ。参考でもあげるって言っておけ。了解。はい、というわけで準備いたしました。この中から今日は行動を組んでいこうと思います。お、来た来た。え、服3セットくれるんだ今日。いや、まあそうやけど、まあ、とんでもないな。もう早く開いても見てられないから。見て、用意したよ。じゃーん。じゃあこれ欲しい、これがいい。じゃあ待って、これ欲しいとかじゃないねん。とんでもないってなんな。やばい、もうホテルでさ、メガネ外していいから、いいから。メガネを似合うコーデにしてよ。はい、というわけでダサダサの弟を、まあ、失礼、おしゃれにしていこうかなと思います。あさひを参考でいろんなバージョンで組んでみようかなと思います。ちなみにさ、じゃあさ、あさひやったらどんなん組むみたいな。まず、うん、本気で、うん、今回の企画としては、あさひが選んだバージョンとひなが選んだバージョン、参考で参考でっていうのを見ていこうかなと思う、ね、だからみんな6コーデ見れるっていうこと。はい、それでは今から、はい、デートコーデ。デートコーデとか聞いてないの。デートコーデじゃない。対決じゃなくて。いや多分対決っていうかビフォーアフターみたいになると思う。こんなに可愛かったら絶対俺もおしゃれになるから。オッケーオッケー。アサイとひなた、どっちのコーデがいいんだいっていうことでね、やっていこうかなと思います。あと気持ち悪い。趣味は人助け、お金なんか一切いらない、みんなが幸せならそれでいいコーデ。キモい。まあこれはね、服のオレンジとズボンのオレンジをね掛け合わせて、こう動きやすいっていうのも重点的に置いてるコーデとなってますね。可愛い。はい、この呼吸もしっかりとね、空気を送る。これいる？なんなんこのポージング。いや、動きやすさを見てほしい。服みたいんやけど。いや、だからこの動きやすさ、韓流スターに憧れた天文学。世界24位コーデ、まあ、このコーデはね、この24というこのワッペンを私はすごく高く評価してますね。世界24位コーデ、微妙じゃない。いや、これ世界24位、動きやばい。じゃあこの動きやすさ、やっぱりシーンの服は動きやすいんですよ。凝縮性素晴らしい。大学生のあだ名はパッチワーク、影に潜むイケメンダークヒーロー高身長コーデ。まあ、このコーデはね、あの上下の色をちょっと似せて、だけどそこにもあの色鮮やかなちょっとポインティングパッチワークじゃん、が結構いい感じの。怖い怖い。背伸びしてない、ずっと。いや、ずっとして。高身長コーデじゃなくて背伸び。3歩下がれば道が開き、4歩下がれば人だかり、誰もが羨む俺色コーデ。めっちゃかっこよくないこれ。いや、めっちゃかっこいい。普段朝日こういうの着いひんけど、確かに着いひんだ。なんかすごい似合ってる感じで、うん、こうセクシーな感じになるよな。確かに。この動きはほんまにひなたにやらされてます。違う、自分でやってだから。服がもたらすパワーってめっちゃすごいんですよ。お弁当そんなのいらねえよ。転んだのか、絆創膏貼ってやるよ。たまに見せる優しさにノックアウトコーデ、めっ
シャイ、ダンディな感じで。確かに大人っぽいね。ネクタイとか巻いたことある？いや、ないな、あんまり。うん、このハンカチと優しい、たまにね、優しさ見せてる。このハンカチとネクタイが同じで、めっちゃ可愛いんやな、これ。これも裏でポーズ。じゃ、ほんま、ひなたに。ダッサ。めちゃくちゃにした。体験突破！大丈夫。俺のママに言っとくからこうで。めっちゃ可愛いこの組み合わせ。オレンジ、このオレンジよくない？髪の毛もこれオレンジにしてみました。いいよね、白のラインがあるのもちょっと可愛くない、うん、そうやね、これ可愛いねん、このジャンバー。それこのポーズ定まってない感じなんないや、めっちゃいいですね、このオレンジでミルフィーユしてる感じがすごいいいですね。ずっとさ、あ、ママに言ってる、ママに言ってる、ママに言ってるめっちゃ言ってるやん。あ、なんだろうな、これどういうコンセプトなの、なんやこれ、何すんのこれ。うわ、すごすごはい、というわけでどうだったでしょうか。全然違うかったね、やっぱアサイのコーデとヒナのコーデ雰囲気違うし、 T シャツ着てるだけでもさっきよりおしゃれなの、なんの髪型ですねてかどうやったシーン、うん、もうほんまにお世辞抜きにどれ着ても絶対似合うし可愛い、欲しい服早く。じゃそんな鼻欲しいって言わんといて。ちょうだいよ。早く。もういいから前に。ああ、ちょっと待って。ああ、分かってるね。ちょっと読ませていただきます。今シーズントレンドアイテム、さらにお得な価格でゲットしちゃうぞ。このクーポンコードを入れると、お買い上げ金額5999円まではセール価格より 15% オフ、6000円以上は 20% オフが適用される。今日から4月の15日までクーポンが使えるということらしいです。どれぐらい安くなる？今言ってたよね。もっと早く知りたかったわ。俺も最近シーン撮って、で、あのカツラだから、あのカツラ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 、カツラ嬉しいんね、嬉しいん、ほんまに楽しいんし、楽しいん、嬉しいん、美味しいん。はい、というわけで今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。服くれるから来たん、服くれるから来たんや、建前でしょあかんって、それはどれ欲しい、どれ欲しい、イエス、全部可愛い、マジで。ひながめっちゃおすすめなのは、え、これめっちゃ可愛い、このズボンめっちゃおすすめ。でもこれはあかん、これひなが着るからこれ発色良くて可愛い。で、これこのニットがめっちゃいい、これさ持って、うわ、気持ちガチでもちもち、やばいな、これはこれめっちゃおすすめ。だからこれはいいぞ。え、それはダメえ、でもこのネクタイもめっちゃ安い、これとこれセットやん。で、これで、ね、すごいこれも安かったんやけど、このネクタイがめっちゃ生地感良くて、あのめっちゃ作りやすい、この玉が。これもマジ可愛くない？可愛い、これ欲しい、これも可愛い、いいやつあげる。あ、で、これはこれもめっちゃおすすめ、この立体感もあんねんな、この刺繍が。これほんまに欲しい、ちょ、裏もちゃんともっこりしてる、可愛いやな。え、これはもう絶対もらう、いいやつあげるわ、ほんまに、うん、これガチでね、いい、これいい、こんなにいい、いいよ、今カメラ回ってるし、え、うわ、ちょっと待って、お前さ嘘やてこれ一回着てみていい？あ、いいよ、いいよ。あー、ちょっとちっちゃい、ぴったりやけどな、それ、今までの朝日とちょっと違う感じやから、そうやな、これあんまりこういうの着やんのよ。しかもデザインもさ、いいよな、アートな感じ。これいっとくか、うん、いや、ズボンの一着は欲しいな、これ気になる、いいよ、これめっちゃよくない？あ、かわいい、後ろ向いて、あ、かわいい、いいやん、それあげる、あ、かわいい、それめっちゃチャイナっぽくていいよな。はい、というわけで今日はこの辺で動画終わりたいと思います。最後まで動画見てくれてありがとうございます。今回ね、企画的には朝日を大変身させたいなっていう企画だったんですけども、明日ひなバージョンの春デートコーデ7日間分出るんで、もしよかったら見に来てください。はい、というわけで今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。明日の動画も楽しみにしててください。というわけで今日も元気に過ごしてねー。グッバイシュー、ひなたでしたー。アサイでしたー。